京阪宇治交通は、かつて京都府南部、滋賀県を移し、大阪府平方市などでバスを運行していた京阪グループのバス会社。営業エリアのほとんどは京都府内だが、末期の本社は大阪府平方市にあった。会社登記場の本店は鈴木郡宇治田原町に位置していた。創業より1967年まではタクシーも運営していた。 2006年4月1日、京阪宇治交通田辺と共に京阪バスに九州合併され、84年の歴史に幕を下ろした。1990年代以降、バス事業者の分社化が多くなる傾向にある中で、21世紀最初のバス事業者の大型合併を行ったことで、バス業界からは大いに話題となった。実質的な後継会社は2003年4月1日に、 子会社として発足した京阪宇治バス、京都京阪バスである。本校では末期に一時的に分社化された京阪、宇治交通田辺についても記述する。京阪宇治交通のルーツとなるのは、1922年4月14日に、創業の宇治田原自動車商会であった。これは、宇治田原村の発展を目的としたもので、5人乗り、フォード2台で、宇治と岩山を1日6往復運行した。 1926年に宇治川、電力大峰ダムが竣工すると、宇治川ラインと称する観光コースが登場することとなった。同社では、宇治からのバスでこの観光コースの輸送を行うべく、1929年10月に宇治川線を開業した。しかし、1935年の豪雨では、社屋流出などの被害を受け、元来赤字経営だったものが、 さらに経営悪化することとなり、外部から社長を迎え入れた上で株式会社に改組した。宇治田原自動車の新社長に就任した細谷福太郎は、運賃値下げや観光客の誘致、さらに沿線観光開発などを進めることとなり、同社が観光輸送中心に発展する方向性を確立した。戦時体制に入ると沿線に 正位軍人の療養所や火薬工場などの軍事施設があったことから輸送人員は増加したものの経営的には苦しい状態となった。戦局が悪化すると物資不足からバスの整備も満足にできず一往復するごとにバスを修理するようなありさまで1945年の終戦を迎えることになった。終戦後、買い出しなどの乗客輸送で活況を呈したように見えた。 ものの、経費がかさんだことから、なかなか経営は好転しなかった。戦時中は休止となっていた宇治川ラインが復旧し、京阪電鉄ではダム工事用の軌道を改修して、おとぎ電車を走らせた。これは、バス路線とほぼ並行するため、当初バス会社では、おとぎ電車を脅威とみなしていたが、観光客の急増は、バス利用者の増加にもつながることになった。しかし、 1953年9月の13号台風による崖崩れにより道路とおとぎ電車は共に流出、その後も数年間は山崩れが相次ぎ、宇治川ラインのバスは長期にわたり運休を余儀なくされた。1954年には京都市内乗り入れを果たしたものの、1957年7月に発生した事故の保証も会社の経営に、 深刻な影響を与えた。このため、1959年に、京阪電鉄が88%の株式を買収の上、京阪の参加に入ることになった。この時に社名を京阪宇治交通に変更している。京阪の参加に入ってからは、資金の裏付けが確保されたこともあり、再び積極的な営業展開を行うことになり、車両の更新も進められた。しかし、 経営的にはなかなか好転しなかったことから、1963年以降は合理化に着手し、ワンマン化等を進めるほか、貸切バス事業はすべて京阪国際観光自動車に営業上とした。1970年以降、京阪電鉄沿線のベッドタウン化により、住宅団地が次々と建設され、京阪バスと京阪宇治交通は積極的に、 団地路線の新設を行った。特に、八幡町の男山団地と平方市くずは、地区では大規模な造成が行われ、京阪宇治交通が、くずは地区へ乗り入れ団地輸送を担当した。これは、京阪宇治交通にとっては大きな転機となり、1972年には、累積赤字を解消するなど、経営状態は大きく改善されることになった。 観光輸送中心だった京阪宇治交通は団地輸送を基幹とする都市型バス事業者への変貌を遂げた。その後も主に京都府南部の京阪近鉄沿線のフィーダー輸送の役割を果たして行くことになる。2000年代に入ると京阪グループ内全体での事業再編成が行われた。まず1999年には宇治営業所の事業を京阪宇治港サービスに 上と2002年には田辺営業所の一部路線を、京阪宇治交通田辺に分社化した。さらに、京阪宇治港サービスのバス事業は、2003年に、京阪宇治バスに引き継いだ。2004年には、京阪バスシステムズが、京阪グループのバス事業を統括する、持ち株会社として設立され、京阪宇治交通及び分離市会社はその参加となった。2006年4月に、 京阪宇治交通と京阪宇治交通田辺は京阪バスに合併された。一方、合併に加わらずに実質的な後継会社となった京阪宇治バスは2014年4月に京阪シティバスを合併し京都京阪バスに解消した。バスのみを記載し過去に存在していたタクシーの車庫は省略する。1974年9月16日 京阪宇治交通では方向幕の色分けの作用と同時に、系統の判別の容易さの観点から、すでに大都市で採用されていた、系統番号を同社でも採用することとなった。不満は、乗客の判別のしやすさ及び地区分類の観点から、以下の原則で行っていた。するっと関西のカードン字は、京阪宇治交通が、宇航バス、京阪宇治交通田辺が、歌バスであったが、 京阪バス九州合併時にいずれも京阪バスに変更された。ただし、旧京阪バス車と旧京阪宇治交通とでは印字のフォントが異なる。これは当時採用していたカードリーダー前車が東芝製。後車が小田原機器製による機械の相違によるものである。車体の色は路線バスについては1983年度の新車から白にはインレットのラインが引かれている。 2002年3月1日に導入されたノンステップバスは緑を中心としている。緑は宇治茶の緑、3本の線は八幡市の木津川、宇治川、桂川の3.5流をイメージしている。新車のシートが京阪グループ共通のシートに統一されている。また1994年9月4日から運行を開始した関西空港リムジンバスと貸切バスについては、 一般から公募した12単をデザインした塗装を採用した。リムジンバスは1996年頃より、うららの愛称が名付けられたが、京阪バスと合併した2006年3月31日をもってこの愛称名は廃止された。なお、うららは貸切バスの愛称としても採用され、こちらは子会社の京阪宇治港サービスとその分社会社の 京阪宇治バス京都京阪バスに継承された。車両は男山は三菱不走車を、宇治は UD トラックス、日の車を中心に導入していたが一部例外もあった。晩年に開設された田辺では両方配置していた。伊須津社は1960年代前半頃まで宇治と宇治田原に配置されていたが一旦導入を打ち切り、 1997年より貸し切りバス車両で導入を再開した。路線バス車両では2002年より再導入した。このように中期より末期には上記の新たな試みを実施していた。ありがとうございます。